Main phase. このゲームの遊び方を説明するよ。音楽に合わせて太鼓を叩こう。流れてくる音符が枠に重なったらバチで太鼓を叩いてね。音符の種類について説明するよ。赤い音符は面を叩くんだ。青い音符は縁を叩こう。黄色い音符は連打、面をひたすら連打しよう。大きな音符は強く叩いてね。風船は連打すると破裂するよ。手が生えてる音符は二人で一緒に叩こう。胴の部分は危険なので叩かないでね。タイミングよく叩けば元気力がアップ。うまく叩いて目標を達成しよう。このゲームの遊び方を説明するよ。音楽に合わせて太鼓を叩こう。参加受付中。太鼓を叩いて参加。どれで遊ぶどん？難しさこれにするどん。コースを選ぶ。簡単コース。このゲームの曲を選ぶどん。縁を叩いて選んでね。さあ、始まるどん。梅干しの歌、梅干しの歌。花盛り、うぐいすがいた春の日。
体験参加。曲を決めた後、これにするドン。曲を選ぶドン。口を叩いて選んでね。難しさを簡単で遊ぶドン。さあ始まるドン。Thank you.
曲を選ぶどん。口を叩いて難しさを選んでね。簡単で遊ぶどん。さあ始まるどん。始まるどん。
ぶどん。縁を叩いて選んでね。さあ、始まるどん。腰につけたきびだんご、ひとつ私にくださいな。やりましょうやりましょう、これから鬼の征伐についてゆくならやりましょう。行きましょう、あなたについてどこまでも嫌いになって行きましょう。春が来た春が来た、
を叩いて選んでね。普通コース。曲を選ぶと縁を叩いて選んでね。
ないぞ。おめこが本場で酒本場、秋田の吹きなら日本一、小野の小町の出たところ。名前